戦利品のイメージ、戦利品は、アルクルアーンにおける第8番目のスーラである。主な内容は、バドルの戦いの掲示である。アルクルアーン第8章、日本ムスリム情報事務所セイクルアーン、戦利品大部分は預言者ムハンマドが真っ赤から、マディーナに移住後、マディーナで神により下された掲示である。伊筒敏彦の翻訳版、アルクルアーンと、藤本勝次、友の交際、 池田治の共同翻訳版、アルクルワーンの解説による。ムハンマドは、その自らの取り分を、自らの用途のほか、貧者の救済に当てた。それまでのアラブ部族社会では、戦利品は、4分の1がアラブ部族の長のもの、4分の3が部族員の、ものであった。ムハンマドは、最大にして、最後の預言者である。殺さずに捕虜にした方が、 身キ金が取れるので得であるが、第一にするべきは信仰の敵を倒すことであった。神が以前に捕虜を獲得して、さらに身キ金を取って良い。という規定を出したのであろうと、アルクルアーンの翻訳者の一人である、ズツトシヒコは解説する。ムハンマドに従い、マディーナに移住した移住者のこと。マディーナ在住の援助者のこと。ありがとうございます。